速報です。はい。現在ですね、九州に特別警報注意報が出ております。そして鹿児島も出ております。はい。鹿児島も出ておりますね。はい。朝起きたらお客さんから連絡がありまして、吉田さん警報出てますけど生きてますかみたいな。生きてますというニュースですね。はい。ただですね、鹿児島、僕霧島ってとこなんですけど、霧島はちょっと出てないですね、これ調べると。はい、鹿児島の霧島ってとこなんですけど、霧島はちょっとなんか出てないですね、霧島みたいな。あ、でもこれなんだ、霧島は警報なのかな。あ、霧島も行ってますよね。霧島は何地区なんだろうな。まあいい、まあ一応警報出てるみたいなんで、はい、まあそんな感じです。九州いません今。東京に、車壊れておりまして、僕調子悪いんですよ。で修理に来てまして、でですね、僕事なんですけど、いつもお世話になってるトップシークレットさんに電話したところ、ああすいません、今立て込んでて、2、3週間ちょっと無理ですね、マジっすかみたいな。結論立て込んでるようでございますね。はい。今度あと2034フェスっていうのを今度、神戸の宝塚で車のフェスをやるんです、開催するんですけど、僕は1月に当て逃げされまして、ちょっと擦られてるんですね、だいぶ。でそちらをフェスやるんで、ちょっと綺麗にした方がいいかなと思って、板金に見積もりに行ったんですよ。で一社見積もりに行って、ああこれちょっとそうですね、7万ぐらいかかりますねと、7、8万ぐらい。であとこれ全部フロントバンパーこう変えた方がいいんじゃないですかみたいな、そうすると15、20ぐらい、あそうですかみたいな、とりあえずちょっと探してみますねと、フロントバンパー探してみますねみたいな、フロントバンパーを探して全塗装した方がいいんじゃないみたいな、それ探しておきますって連絡が来ます、はい。次イエローハットでクイック番犬みたいなのがあったんで、じゃあ行ったんですよ。で行ったら、なんのちょっと見積もってもらっていいですかみたいな、なんかこんなカードみたいなのでこうやって、あこれ多分3万9000円ぐらいですねと、2日3日あればできると思いますと。あマジですかみたいな、安いな、やたら安いなみたいな、さすがクイック板金やなと思って。ただちょっと今板金する担当の者が今日休みなんで、あそうなんです、休みなんですねと。あじゃあまた明日その板金担当の方いるんだと、明日また来ますよと言ったんですね。すいません、昨日板金担当の方が休みって聞いたんで、一応来たんですけど、行ってまた見てもらったら、すいませんちょっとこれはうちじゃできないですねみたいな、これ特殊バンパーなんで、ちょっと大きい板金屋さんとか行かないとうちじゃ無理ですねみたいな、クイック的にできないですねみたいな。あそうですかみたいな。ということで最近、僕のニュースでした。はい、以上になります。